皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。よくお集まりで。デスゲームですか。デスゲームの始まりです。こうやってるんで。ちなみに私は参加しません。内藤さん覚えてます？いや覚えてないです。内容言ってません。朝活企画で、はい、なんか優勝したらお土産もらえるみたいな、高平と私もらってないんですよね。あれみたいな。だって築地行ってた。この後じゃないですか。え、それも、もらえるんですよね。この後ちょうど持ってきてますから。え、なんか諦めないでくださいよ。他のチャンネルで食べてて、なんかお祈りさんみたいな。あれ、あ、食べられてるって思って、なんか別個で買ってきてくれるんかなと思って。この後じゃないですか。焦らないでくださいよ。あるんですか。半年ぐらいで焦りすぎですから。すいません。いつまで待たせるんだろうっていう。その企画で結構その食べ歩きが結構良かったんですよね、うん、そのコンビができたよね、新しいね。そうですそうですそうです、うん、なので皆さんに食べ歩きをしてきてほしいなと思いまして、はいはい、食べ歩きロケ、食べ歩きロケ題しまして、予算1万円で誰が上手に食べ歩きできるか選手権。豪華。いい。1万円使ってください。1万ずつ。すみません、ありがとう。合計1万円でバラバラで1人1500円ぐらいかな。タイトル先ってこと。タイトル先じゃん。やめてください。最初に1万円ついてんじゃない、もしかして。ちっちゃくテロップで合計。合計予算。合計予算。見えなかった方が悪いですね。そうです、見えなかった方が悪いです。はい。なのでちょっと私の偏見と独断でチーム決めちゃっていいですか。あ、いいね。このペアでね、新しい一面見れますから。そうなんですよ、そうなんです。なんか推しコンビができるかもしれない。確かに。なんでとりあえず最初4期生、おイブリカアイちゃんチーム。おお、いいじゃん。はい、2人組ってこと。2人組1チームです。楽しみだね。よし、よしないな。よしないな。いっぱい食べようね。いっぱい食べよう。続きまして、体温上げろのゲームで結構なんかコメントでたくさんもらってた2人組がいまして、愛知の2人。おー、愛知ペア。この2人で食べ歩きしてきてください。え、やった底辺カップルチャンネルみたいな。楽しみだね。楽しみ。これやるんですね。次は3人行きたい。韓国 Vlog 盛り上げてくれたレオソータと3人。ありがとう、暴れ者じゃねえか。いいよ、俺たち韓国の中ですから。韓国行っちゃったらごめんね。この3チームで、はい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 、お土産係で、お土産係で、あの商品の2人のお土産を買って。まずはなんで私参加しないかというと、私今減量期でちょっと食べれないんですよ、食べたいものが。なのでちょっと皆さん、私がうわこのロケチームいいなって思うような食べ歩きをしてきてください。もちろん優勝者チームには景品あります。そう言ってあげないんでしょ。いやいやいや、そう言ってあげない。内藤さんじゃないんですから。そう言ってあげないんでしょ。もうどこに行ってもいいです、場所は任せます。え、じゃあさ、みんなで同じとこ行こうよ。潰し合いよ。潰し合い。同じところでどれだけ美味しいもの食べるか。確かに。それはもうこちゃんでやってくれ。皆さんそれぞれ、あ、ここいいなっていう場所で最高な食べ歩き動画撮ってきてください。楽しみ。はい、楽しみ。それでは内藤さん、はい、行ってらっしゃいの掛け声だけいいですか。それじゃあみんな、トレダカしっかり頼みますよ。それでは行きましょう。さよなら、ゴール。韓国チームです。韓国チームです。コタに借りました。なんかずるい。おしゃれサングラス。はい、で僕らはアメ横に来ました。はい、いい、いいね、いいね。ちょっと韓国を思い出すね。思い出す。確かに確かに。どうします、なんか食べたいやつから。1000円でしょ。3000円ってことでしょ。そうだね、俺たちだけ1人当たりの値段少ないじゃん。確かにそうだよね。プラス円もらっていいんじゃない。確かに。だって1万円ですよね。そうだね、サムネ詐欺になっちゃう。そう思ってた。私も1000円余ってるなって思って。あ、じゃあ俺たち4000円使っていいか。確かに4000円使う。勝手に。じゃあ女一に聞いてみよう。はい、電話です。使っちゃいます。使っちゃおうぜ。使っちゃいますか。確認は後からにしよう。はい、じゃあ早速行きましょう。はい、あれが気になる。何何。タンフル。うわ、何タンフル。いちご飴です。え、あれいいね、食べたいね。ちょっと種類ありそうなんで探していきましょう。確かに。じゃあ行きましょう。行きましょう。何これ、スペシャルリンゴ飴。へぇ、怖い。チョコレートが貼ってあるんだ、周りに貼ってある。で、普通のいちご飴もある。M サイズのいちご飴一ついただいていいですか。
ッキーコアミゲット。やったー。なんかどんどん誰マジ、えこのメガネ、メガネトムさん似合いません。もういいの、似合う。え、俺買いたい。服と合ってる。これなんと柳沢時計店のメガネでしょ。はい、メガネの柳沢っていう別名もありますので。すごい、ハイブラじゃん。ハイブラです。めちゃくちゃおしゃれ、いいな、俺柳沢時計店で買いたい。ぜひ。いいメガネ、素晴らしいですね、これ。あ、お持ちかね、買ってきた。ちょっと、ここで。あ、もしもし。あのさ、思ったんですけど、私たち4000円使っていいですか？それどういう交渉？俺たちさ、3人じゃん。俺たちだけ1人当たりの値段少なくないですか？ちょうど合計1万だよね。そうですね。あなたサムネ詐欺しようとしてましたよね、9000円にして。いやいやいや、確かにね、これは確かに2人で3000円のチームが2チームあって、あ3人で3000円はちょっとひどいですよね。すいません、私の配慮が足りずで、じゃあそちらのチームは優しい1000円プラスで、イエーイ、やったー、楽しむんで。あ、お願いします。ちょっとこっち忙しいんで、あんまり邪魔してこないでください。ごめんね、すいません。じゃあとりあえず1000円プラスで。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか？いいですよ。このマスカット。いっちゃって。いちごも食べていいよ。うん、いちごもいって。うわ、いい音。うまっ。うまい。当たり？めっちゃうまい、このマスカット。甘い、ちゃんと。あのマスカット食べると、ちっちゃいやつにめっちゃ甘いやつあるじゃないですか。うん、あのちっちゃいやつ。あのちっちゃいやつの味。あのちっちゃいやつの味。いちごもいいですか、じゃあ。いちごもどうぞ。いい音するよ。当たり？あ、うまい。やばい、これは。え、食ってほしい、マジで。金のも食べていいよ。あ、じゃあいただきます。こういうとこむずいよね。ナイスセクシー出るかな。セクシーに食べて、セクシーに。あ、うまい。いやいや、食べかっか。甘い。おねえみたいな声だったんだけど今。どういうこと？全然セクシーだった。いや、ま、すごいさ、すごいパスきた。絶対キュートモが鳥でよかったよ。最後セクシーみたい。セクシー食べるとこからセクシーに見えるの。ああ、ワイルドがいいんじゃない？ああ、ワイルドトモキ。ダンディ、ダンディトモキ。ダンディね。おいしい。やばいっすね。恥ずかしい。やばいっす、ちょっと。やばいよ、それ。やばい。でもマジでうまいっすね。めっちゃうまい、これ。うまいっすね。まだでもこれで500円ですからね。あと3500円。なんかさ、飲みたくね。飲みたい。わかる、飲みたい。結局ね、やっぱアメ横と言ったら。確かに。昼飲み、昼飲み。昼飲みしよう。ちょっと探しに行きますか、じゃあ。行きましょう。はい、愛知チーム浅草に上陸しました。イエーイ。じゃあちょっと人が多いんですけど、美味しいお店探しに行こっか。行きましょう。さっきさ、あの人力車のお兄さんにカップルと思われたよね。思われた。はい、まあ、パッと見はね。そうだね。行こう行こう。行こうか、行こうか。はい、買ってきました。もう店舗がね、めちゃ隣だったので一気に買いました。いちご飴とホイップメロンパンです。美味しそう。1日4000個売れた美味しいメロンパンのホイップメロンパンです。これはなんかすごいイチゴのね、オブジェがでかくて、それにそそられて買いました。いただきます。はい、食べるの。いただきます。うん、ホイップ美味しい。うまっ。どうぞ。はい、いいですか。あ、顎弱い、もしかして。クリーム取れた？もっと行きなよ。うん、だって顎弱くね。マニマニもイチゴも食べな。え、いいの食べちゃった。3つしかないんだよ。でもさ、これ噛みついてるからさ、噛みついてるところ食べるわ。いただきます。ほぼね、初めてです。うまい？え、いちご飴ってこんな美味しいんだ。ああ、じゃあもう一個買う？ダメダメ。これの一角じゃない。彼女がメンチカツを買ってくれてます。はい、買わされてます。はい、続いて浅草メンチを買いました。買いました。美味しそうです。あ、
あ、めっちゃ下手くそ。あ、うまそう。でもあこんな感じです。あ、はい、じゃあどうぞ。ありがとう。食べてください。何これ。いただきます。うん。うま。うま。めちゃくちゃうまいわ、うん、玉ねぎも入っててシャキシャキしておいしい。実感もめちゃくちゃあります。お疲れ様でした。次行くぞ。行きます。みなさんこんにちは。こんにちは。四期生コンビです。です。四期生のリブリカです。アイです。二人合わせてリブアイです。キュンキュンまた。今日は私たちが来たところはどこですか？原宿です。あんちゃん楽しみだね。楽しみです。これから原宿で食べ歩きをしていこうと思います。はい、行ってきます。行きます。ちょっと今喉乾いてるので。めっちゃ喉乾いた。飲み物系飲みたい。まず飲み物系探していきましょう。はい、こちらに来ました。来ました。はい、買ってきました。行きました。1店舗目タピオカです。タピオカです。新風炭さんのタピオカ買ってきました。アイちゃんが抹茶、抹茶ですね。ストロベリー、ストロベリー抹茶。リブリカはストロベリーを買いました。はい、いただきます。おいしい。うまい。甘いですね。甘いよ。タピオカが結構いちご風味がストロベリーが強くて甘めのタピオカですね。美味しいです。美味しい。潤いますね。うん、やっぱおのっちさん普段ね、プロテインしか飲んでないと思うので、こういうのたまに飲んだ方がいいですよね。飲みなさい、ね、飲みなさい。これをじゃあ飲み進めていきたいと思います。飲みます。2店舗目はこちらです。クレープ食べます。クレープ買ってきました。買ってきました。2店舗目はクレープです。バナナチョコ生クリームクレープです。はい、美味しそう。美味しそう。あげるか。 ありがとうございます。じゃあ私がね、最初にいただきます。ではバナナからいただきます。めっちゃ美味しそう。うん、どう？うまい。うまい。出ました。うまい。うん、美味しいよね、クレープ。今回このクレープを選んだ理由は、いつもおのっちさん質素なものしか食べてないと思うので、こういう甘いものを取りつつ、バナナでね、栄養もしっかり取っていただいて、完全栄養食品ということで選びました。食べてください、おのっちさん。ラブコール。キュンキュンやる？せーの、キュンキュン。さあ、使っていただけるのでしょうか。使ってください。上野で飲み会でセンベロ、センベロ、いただきます。最高。うめえ。結構濃いわ。ジントニックだ。ジントニックです。ジントニックでーす。最高じゃん、今日の撮影。めっちゃいいね。ありがとう、のっち。ありがとう。俺たちが一番面白い絵になってんじゃね。ありがとうございます。すごい、何これ。はい、ナチョスが来ました。めっちゃいい。食べます？何でも。食べて食べて。あ、チーズ食べれないんだ。そう、私チーズ食べれない。完全に忘れてた。はい。いや、全然食べて、お腹いっぱいだから。いただきます。俺とキントマね、食べてんだよね、前の撮影で。そう、めっちゃうまい。なんかかかってないとこ食べな。確かに。
おいしい。せんべろとかします？二人なんかまず一人で居酒屋入れない。結構さ勇気いるくない？あれでも昨日俺焼肉居酒屋みたいなとこ行ったんだけど、うん、カウンターで結構女性一人で食べてるのが二組くらいとかいて、あ、いいなこれ、声かけました。いや、これ声かけようと思ったんだけど綺麗な人だったのすごい。あ、でもなんかモチモチしてたら帰っちゃう。一人焼肉する人のしかも女性の心理ってもう本当に誰にも邪魔されたくなくてっていうのがあるかなと思って、確かにそういうのを紳士的に配慮した結果あえて声かけなかった。あーなるほどね。おのっちこれ見てたらさ本当羨ましいんじゃないの、ね、今多分お酒とかも飲めないんじゃない？そんな確かに。こんなさスナック菓子なんかさ問答無用だよね。ほらおのっちほらほらほら匂い届け、匂い匂い届け。でもこういう絵を見たかったんでしょうね。うん多分だからよだれ垂らしながら編集しな。俺もサングラスかけてさ、これ垢抜ける可能性出てきた。いよいよ。いや、めっちゃ似合う。めっちゃ似合う。夏とかかけた方がいいよ、絶対。超似合いません？絶対かけた方がいいよ。なんか恥ずかしい。いやいやいや、マジで似合ってる。本当に、うん、この世界に入って2年間、表に出ると垢抜けると言われてる世界で、一個も垢抜けなかったっていう。いや、完成形に近かっただけだ。元が、元がイケメンだからさ。だからさ、でもこれで今日きっかけもらったわ。うわ。髪もなんか染めるんじゃない？うわ、あ、俺来週染めに行くか、ちょうど。自分は今坊主にしようとしてる。出た、マジ出たこの話。え、ガチ？おしゃれ坊主にしてみたくて、あ、めっちゃ短くて染めるっていう。ああ、はい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 。で自分野球部だったんでいけんじゃね。坊主経験は野球部の頃あったの？あります。え、ちょっと写真見てほしい。自分ちょっと似合ってるんですよ多分。あ、坊主？はい。うわー、あ、似合う、似合う、可愛い。似合いません？めっちゃ可愛い。ちょっとモザイクに。めっちゃ可愛い。可愛い。でももうコタだね顔が。え、自分ですか？コタだ。似合ってます？いやー、似合う、似合う。コタルって感じ、コタルって感じ。これにちょっとこう金色というか、あー、あの桜木花道ですよ。うわ、いいね。ということで、このまま飲んでいきましょう。はい、飲んでいきます。今2900円使いました。あと残り1100円。何か楽しみにしてください。なんか見つけました？やばい、おのっちにとっておきのプレゼント見つかった。お土産まで用意して。そう、これ食べるべきだよね、お土産の。これをお土産で買っていきたいと思います。買いましょう。はい。なんかさ、甘いものよりしょっぱいものの方が好きだよね。私しょっぱいものの方が好きです。そうだと思った、うん、浅草とはちょっと違うかもしれないけど今なんかたこ焼き食べたい気分なんだよね。いや、はって思われたら大丈夫。たこ焼き食べたい。浅草ですよここは。でも浅草で別にたこ焼きがあるなら別に食べればいいじゃん。まあ確かに言われてみたらそうかも。たこ焼き食べよっか。じゃあそうだね、うん、それはありかも。浅草の中だったら全然ありだね。そうそうそう。変えたね。変えた。ここは浅草駅北口の向かい合わせの放課後でした。じゃあ一緒に美味しく食べよっか。食べよう。行こう。もろ、タカピロとデートしてるに使っていいよね。じゃあ買ってきたたこ焼きを見せますね。オープン。うわー、もう美味しそう。見せづら、見せづらい。こんな感じです。めちゃくちゃ美味しそう。美味しそう。僕たちが選んだのはネギマヨです。イエーイ。でソースの辛さも選べて中辛、中辛でーす。一番人気だったね。そうそう、中辛が一番人気。めっちゃ美味しそう。いただきます。あっちい、あっぶ、あっそう。多分普通の人間だったら食べれると思う。うちら普通じゃないからな。うちら普通の人間じゃないから厳しいな。あーでもうまい。750円でまあ浅草価格って感じだけど本当に本格的なたこ焼きって感じです。じゃあこれを食べながら次行くとこ考えます。はい、はい、ではおそらく最後の店舗なんですけれどもこちらですね。ソフトクリーム食べます。私はこれです。はい、僕はバニラです。普通だね。普通で。はい、100円だけ余りました。めっちゃ綺麗。綺麗です、綺麗ですね。はい、ソフトクリーム、僕がバニラです。バニラどうぞ。やっぱカップルならさ食べさせるっていうことをしたいじゃん。おお、したいよね。あーみたいな。だから俺がこれ持ったらほんまに。じゃあいただきます。いただきます。ちょっと遠いわ。はい、食べてくれよ。うん、うん、
美味しい。うん、美味しい。合わせてもらったから、ね、余計美味しい。余計美味しい。いや、芋ようかんだから結構さ、くどいのかなと思ったけど、全然さっぱり、うん、でも芋の味はめっちゃします。バニラもなんかすごいミルク感が強い。これで2900円だね、うん、結構さ、腹膨れたよね。膨れました。満足です。満足です。帰ります。帰りましょう、はい。3店舗目はこちらです。ケチャップマスタード1つ目。 ありがとうございます。 Thank you。 Thank you。 はい、3店舗目買ってきました。チーズドッグです。いただきます。はい、うん、うん、すごい。うん、こんぐらい、こんぐらい伸びました。私もいただきます。伸びるかな。このくらい、このくらい、このくらい。あ、ママ伸びてる。すっごいもう見えないような。見えない。もう壁ながらやらないでもらっていいですか。うん、チーズの味がしっかりします。すごい。まあ、あんちゃんどう食べ歩きしてみて。いや、楽しいですね。私いつも一人でしか食べ歩きしないので、今回エブリカちゃんと食べ歩きできてすごい幸せでした。いや、楽しいね。楽しい。私たち4月くらいから入って、まだ今1ヶ月ちょっと、うん、1ヶ月ちょっと、まだまだ肉慣れなところもね、あるんですけど、ぜひあの温かい目で、温かい目応援していただければと思います。お願いします。それでは4店舗目です。いちご飴です。私の大好きないちご飴。それでは食べていきます。はい、私から。いい音。聞こえてるかな。うまい。おいしい。うん、甘い。甘い。甘い。よかったね。どうぞ。イベリカ。あ、ありがとう。いただきます。いちご飴。お、ASMR。 うん、甘くね。甘い甘い。みずみずしいの、自分が、うん、めっちゃみずみずしくて甘くて美味しいです。美味しいです。では結果発表楽しみにしています。イエー、優勝。では朝戻ります。戻ります。帰ってきました。あー、待ってた。いや、1000円アップしたからね。はい、はい。まあ、そのお礼と言ったら、そう、お礼、はい、ちょうど1000円ぐらいだった。うん、ちょうど1000円。ちょっと交換のしか分かんないじゃん。そんな、なんかプラスの1000円を俺に当てはめるという。そう。そう、これは一歩リードです。おー、ありがとうございます。いいね。ありがとうございます。そう、まあ、うちらそれがしたくて1000円アップお願いした感じもあるよね。まあ正直ある。寂しいかなと思って。うん、そういうこと。だって家で一人で行ったんでしょ、ずっと。そうですね、毎日ずっとかかってました。ワンオンワンロスタイム。ロスタイムの方が1時間半ぐらいだった。いろいろ企画してくれたのどっちに。はい、あ、そうだね。僕たちからちょっと目つぶってもらう。え、マジ。え、ちょっとこれ、ま、物に、ま、気持ちが嬉しい。まず気持ちが嬉しいです、うん、あ、そうだね。じゃあこのまま渡しちゃいましょう。何それ。え、筒。はい、これです。何ですか。え、何これ、見ていい。うん。うっさセミ。ちょっと減量中だから無理だもん。いやいやいや、スーパーフードですよ。いや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 、カルシウムが。そう、ちょっと一歩リードなしで、マジで。なんで、なんで1000円これ使ったの。ああ、うん、嬉しいでしょ。え、うちらの気持ちが入ってる。どれ高じゃない。気持ちが入ってる。それがセミ。普通のお菓子買ったら食えないでしょ。そう、だから食べれるように。ええ、食べれば取れ高。全部まとめたらこれが目の前に現れました。ちょっと待って、タンパク質63ってやった。目が光ってる。タンパク質 63.8? とんでもないスーパーフード。えぐない、こいつ。これ、これ明日ショートで出るね。セミを1週間食べ続けると。マジにな。マジ。ちょっと夏に向けてみんなでセミ取ろうぜ。じゃあ開けてみよう。一回開けてみよう。一回。まあまあ、ここまでは普通ですよ。やば。セミ取りなんてだっていっぱいしたでしょ俺ら。やってたんですよ。取ったけど食べるのがないからさ。うわ、怖っ。乾燥させてんの、これ食用セミとかいいの。まず食用。うわー、いっぱいいる。めちゃくちゃいっぱいいる。いっ
いっぱいいるんだ。私一匹でかいのだと思った。俺も一匹だと思う。違う違う違う。いやー。じゃモザイクかこれ。いくよ。モザイクかも。大丈夫無理しないで。いやでもこれは食べよう食べよう。いやこれマジでみんな嫌がらせとかこれ食らって、これ私が食べたいから食べますから。これいただきます。いくよ。飛んでっちゃう、飛んでっちゃう。あーあーいいよ。うわーすごい。入っちゃった。あ、中も泣いちゃった。これやばいわ。味ないけど、ないセミ噛んでるんだよ俺。目隠しでこれ食べてカリカリ、なんだこれ、ちょっと苦味あるなぐらい。苦味あるんだ、うん、ごちそうさまでした。おぉ、ありがとう。おのいちのお土産も買えたということで、うん、我々上のチームでした。ありがとうございました。おかえりー、ただいまー、ただいまです。いやーよかったですね、皆さんの食べ歩き。いや見てないでしょ。見てないでしょ。見てないでしょ。見てないけど私は確かにセミを食べました。どこかのチームによってセミを食べました。とりあえず令和ソ担当チームはどこに行ったんですか。まず僕らはセミを取りに行きました。やろー。よいしょじゃないのよ。大変だった。バトルじゃないのよ。きつかったね。嘘です嘘です。上野に行きました僕。なるほど。アメ横ですね、多分一番輝いてたと思う。そう、あ、本当に申し訳ないけど、一番輝いてた。はっちゃけたね、めっちゃ。じゃあ自信ありと優勝。自信あり、はい、じゃあ愛知の2人の自信はいかがでしょう。まあその辺にいる仲良しなアラサーカップルって感じ。おお、じゃあどうどう自信はある。自信はあると聞いたらまあその辺にいる。そうだ、めっちゃ溜めてるよみたいな。 Q&A 変装読み解いてほしい。気になるこの4期生ルーキーですよ、ね、あ、ルーキーどうでした。いやもう愛ちゃんのキャラが爆発しててめっちゃ、楽しみ。気になる、楽しみ。で気になるこの審査なんですけど、うん、そうだ、そうだ、うん、大事だから一番大事。これ皆さんにコメントで決めてもらいます。おお。私がコメント欄に令和ソ担当チーム、うん、愛知の2人チーム、4期生チームっていう風にコメントを書き入れます。おそこに、はい、いいなって思ったチームにグッドボタンを押してください。おー、なるほど、ね、なるほど。一番グッドボタンを獲得したチームの優勝となります。おー楽しい。面白い。視聴者の方も巻き込んでね。そうなんですよ、それで1週間後結果発表はインスタのストーリーなのか X の投稿なのか分かりませんが発表したいと思います。おー、はい、ということで皆さんのその人差し指なのか何指なのか分かりませんがそれによって優勝チームが決まりますので、皆さん、コメント欄を要チェック。またねー、またねー。あいちゃん、ちなみにセミ食べれるかい。頑張ります。パワハラなんですよ。はい、はいかイエスしかないから、ね、イエとノーもありだからね。はい、うん、ありがとうございました。あんな保育園みたいな。